構築してると思いますから、はい、まあ、そこでしっかり宇高、三平あたりも、ね、数字で結果が出てるっていうのは、ね、前向きな要素ですよね。そうですね、まあ、後半やっぱり勢いつけさせたくない、サポーター側に攻めさせたくないっていうのもあるかもしれないですね。なるほど。前半45分が始まりました。甲府ボール、一旦下げたボール、センターバック蓮川から大きく左サイドをジェチリをめがけたボールです。上がりを待ちます。右サイド関口が上がってくる。まだキープ宇高、その関口を使う。中には4人の選手、グランダのボール、取り替えのシュートはファインセーブ、ホットです。宇高がここで起点作って、ね、サイド湧き上がってくるように出てきますからね、はい、迫力ありましたよね。この攻撃も関口が来たんです ね2試合連続アシスト中の関口から上げてきました。中央ホッタのパンチング、関口のシュート、ここもホッタ防ぎました。宇高キープ、分かってるでしょうね、はい、チアゴアウベス動き出します。間で受けるか、左足シュート、ゴールキーパー変わった。スローインからでしょうかね、はい、ということでした。後半の45分始まりました。最終ラインに一旦下げます。柳から前線へのボール、チアゴ・アウベスには収めさせませんが、長谷川が動く、縦の突破を狙う、ここもクロス、三平、いやースタジアムは一気に沸きました。フリーになってましたかね、三浦でしたかね、はい、最後はクロスが隙間に入り込んで三平って形でしたよね、はい、フリーだしもう狙ってるとこも1個分でしょうか、はい、分かりますけどね、はい、桜川勝った、しかし坂本の足元収まりません。セカンドボール本山、右サイド中に4人、桜川その奥、坂本シュートダイレクト、ここも蓮川でした。釣りましたかね、はい、まあ、ここも迫力ありますよね、もう単純にこういうボールでも怖いですし、そ桜がありますから、はい、2ゴール1アシストの品田、品田が蹴るファーサイド、速いボールだ、ゴールキーパー堀田が掴んだところでタイムアップ、スコアレスドローという決着になりました。